今回は登場ムービーもないくせに強すぎる執行順位殿、なのに負けたらミッションの最初からという無慈悲仕様に対するレイヴンの反応を紹介します。アーマードコア6のネタバレを含みますので、視聴に際してご注意ください。それではどうぞ。執行順位どうやって勝つんだよ、こんなの。執行順位惑星封鎖機構順位ってやつ強すぎだろ。シースパイダーより強いわ。マジで執行部隊殲滅のヒントくれるやついないな。もうバルテオスの話はええやろ。どんなミッションだっけ？最初に雪原でザコ MT を6体倒して、ウォルターが通信阻害してる間に効果力 MT2 体も倒して、壁の中に突入して扉開けたら3体から出待ちへねぐれされて、そこを越えたら盾持ち HC と戦うやつ。執行順位、チェックポイントもなくて余計に強く感じる。俺はそいつが無理でカルニで倒すのを諦めたわ。プライドを捨てて獣脚ガトガトグレグレマンになると突破できるぞ。執行順位ほんま敵だけ楽しそうで腹立つわ。なんやねんマジで。執行順位を突破した人いない説。執行順位つっぴょう。今までの敵 AC と団地じゃん。自分も苦労したせいか執行順位がたびたび話題に出るたびにニヤニヤしてしまう。一番きついのが1ミスで AP 数値削る火力があるくせにチェックポイントないところか。その前の2体も地味に火力あって硬いのがまたね。執行順位のバッシュクソすぎてハゲる。執行順位なんやあれマジ強いな。特殊バズと両肩グレでスタッガー取ってパイルバンカーゴリ押しでなんとか勝てた。遠距離は盾構えて攻撃力高スタッガーのビームミサイル。近づいたらバッシュスタンでサーベル殴りからの射撃コンボ。どっかの天パと戦わされてるモブの気分やわ。まずい執行順位に勝てない。あいつ強いよな。マップが狭いせいもあるんだろうけど、誉れ捨ててタンクでやったわ。俺もタンクに手出しちゃった。執行順位って新型機潰すやつか？あれどう考えても地形補正がヤバすぎる。アセンブリで勝つなら正直固くするのが正解よね。軽量から変えないならショットガンいいよ。閉所だから相手も必然的に近い。あいつ盾で攻撃できてずるい。あそこか。あれリトライないのきついよな。あの狭い部屋でなんたら順位とやるところだろ。雑魚倒して爆発ミサとかでなんとかしろ。全部終わったけど小部屋で盾構えてふわふわしながらレーザー撃ってくる中ボスみたいなやつが一番苦戦した。執行隊長とよく呼ばれてるから名前を見るたびに俺も苦労したなぁとニヤニヤするといいぞ。そいつ強いよね。マップが狭いのとリトライが遠いのが最大の敵ではあるね。構えレーザーをイニシャガしてスッザバスぶち込むと一瞬でスタップして倒せるよ。戦闘ログ狙うとタンク AC 込みノーコンでやんなきゃいけないの怖かったわ。みんな1周目は意地でも2脚でクリアしたいぜいると思うんだよね。俺も軽量2脚で苦しみながら楽しくクリアしたわ。執行部隊殲滅封鎖機構が占拠してる壁に侵入して殲滅するやつをどうやってクリアしたか参考に聞きたい。最後に出てくるふわふわパルスシールドマンがきつすぎてプライド捨てる羽目になったわ。とてもシンプル。右手にプラズマライフル、左手に超ショットガン、肩に適当なミサイル、と言えぬミサイル、頑張って避ける、とかそんな感じだったと記憶してる。5回くらいやられたかな？結局戦ってれば何かいけそうじゃね？って流れが来るから頑張れ。プラズマライフルはノータッチだったな。ちょっと使ってみるか。まああの兵所で頑張って避けるのが一番難しいんだが。執行部隊殲滅キッズ。なんで補給もチェックポイントもないのよ。サブクエの執行アッククッソ強くね。バッシュ決めてくるやつ心折れたわ。ガンガン近づいてくるのに兵所かつ障害物多いとかロケーションも最悪だよな。距離取れたら無能になるから仕方がないんだろうけれど。執行部隊殲滅のバトルログきつくないか。セーブポイントなしでちょっとタフな MT に対 CT と AC って。チェックポイントないの辛いよな。3、4回やり直したわ。執行部隊のツーマンセルともども、
というか NPC の AC 全般は6門線の爆動作ミサイル式打ち多弾ヒットでスタッガー狙うのが楽だと思う。AC については最悪チキン戦法がある。初期位置まで釣ってくると封鎖機構まで相手にできんとか言って元の位置まで戻ろうとするんで、追いかけてセグレとかパルスミサとか叩き込む、するとまた追いかけてくるのって初期位置まで逃げるトライ。この繰り返しでほぼノーダメで倒せる。執行順位強くない？アドバイスくれないか。選択ミッションのやつならそこ難しいからもう1個の方にする。カタフラクトのやつ。なんと逃げるという手があるのか。サンクス。両手はショットガン、両肩グレネード。序盤の2体は飛んでくる時に待ち構えてたら2体が重なるタイミングが確定であるから、そこにグレネード当ててそのまま近づいてアサルトアーマー、うまくいけば2体ともスタックして腕武器で速攻できる。そしたら順位にリペア3つと HP 全開の状態で挑める。あと順位は部屋の奥に行かないと出てこないから入り口付近で雑魚は倒しておくと良い。敵で AC より執行ロボ出てくる方が嫌だよな。参照分岐まで来たけど一番簡単なのどれだい？複数回あるからミッション行ってくれた方が答えやすいかも。とりあえず敵部隊殲滅のミッションは全部難易度高め。今出てるのは執行部殲滅と特務機体撃破ってやつ。殲滅難易度高いなら後者かね。特務のがいいね。執行部隊殲滅は難しいし、チェックポイントもないから大変だと思う。つか俺1周目じゃクリアできなかった。サンキュー、殲滅系は2周目以降で頑張るわ。ダメだ、執行部隊殲滅できねえ。せや4速ショットガン解禁したろ。弱すぎだろ敵処分。俺杖は求めてないしこれはクリアまで封印かな。肩盾はなだったわ。肩武器で弾幕張った方が防御にも回避にも優れてるのにスタッガーも狙えるとかもうおかしいだろ。俺ずっと縛りプレイしてたんだぜ。昨日一日使って執行部隊殲滅のとこ戦闘ログ取った状態でクリアできなかったけど、今日プライド捨てて肩立てやめたら一発クリアだよ。羽生えた気分だわう。自己ビルドで打開したとき気持ちいいよな。俺も執行部隊入りたくなるぐらいには敵機体かっこいい。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。